分科会を再開いたしますそれでは都市計画局の審査を行います理事者説明があります山口都市計画部長はいありがとうございます着席して説明くださいはいそれでは都市計画局における補正予算案につきましてご説明申し上げます右肩に都市計画局と記載のあります令和5年11月市会補正予算説明資料をご覧ください 都市計画局におきましては、持続可能な地域づくりの推進等による人口減少対策を進めるため、洛西 SAR 移行プロジェクトの推進および向島ニュータウン内の市営住宅、児童遊園の整備を実施することに伴う増額補正を4件行うものです。まず1つ目、1、つながる交流促進、まちづくり事業でございます。補正額は300万円で、 阪急洛西口駅にある京都市交流促進まちづくりプラザで培ったノウハウを生かし、若者・子育て世帯を主とした、他世代の交流促進およびまちづくりに関する取り組みを、タウンセンター等で実施するものでございます。次に、2、タウンセンターの活性化に係る取り組みの推進でございます。補正額は3200万円で、洛西ニュータウン内の市営住宅の児童遊園整備等に取り組むものでございます。 併せて向かい島ニュータウン内の市営住宅の自動遊園整備を実施するものでございます。次に3、落斎再あ公共交通 PR 事業でございます。補正額は1000万円で、落斎地域における公共交通の利便性を交通事業者と連携して地域内外に広く PR し、さらなる利用促進を図るとともに、若者、子育て世帯の呼び込みにつなげるものでございます。次に4 落ー移行プロジェクト、PR 強化の取り組みでございます。補正額は100万円で、洛西サープロジェクトの取り組み充実に向け、プロジェクトの取りまとめ冊子や、普及啓発物品による周知活動を実施するものでございます。参考資料といたしまして、洛西サープロジェクト11月取りまとめの概要版をお付けしております。今回の補正予算各事業と取り組みとの関係について記載しております。 ご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは、質疑のある方は挙手願います。ここで確認のため、質疑通告者と順序を申し上げます。谷口委員、北川委員、平委員、西山副主査、向田委員、久保田委員、中野委員、 菊地委員以上、通告漏りの方おられませんかでは、順次発言を許します、谷口委員谷口どうぞ。 よろししくお願い,いたします、えー、それでは、まあ、今度この先ほども文化市民局にもお聞きしたんですがこの「みんなで進める実行策」っていうところで読ませていただきましてその中でこの若い職員の皆様がいろいろと考えていかれるということで期待はしているんですけれどもまずこのつながる 交流促進まちづくり事業の中で、えー、京都市交流促進まちづくりプラザっていうあのことが出てきているんですが、再度、あの改めまして、あのこういったこの活用というか、どういった状況か、お聞かどなたがと、矢、はい、田部まち再生創造推進室長。 ご、はい、ご質問ありがとうございますあのこちらの方では、型ごとといいますか子どもたちを遊ばせる場を設けてられておりましてそこであのプレーリーダーの方々があのお子様の遊びをリーダーするで親子と一緒に遊ぶというような、えー、仕組みそれと、えー、ここでまちづくりの活動をされている方のご相談を受けて、えー、実際のまちづくり活動にあのアドバイスをしたりとか、まあ、そういった取り組みをしているところでございます。谷口 そういったまちづくりプラザをこれまで、まあ、培ったノウハウを生かしっていうことなんですけれどもあの、まあ、こういったノウハウを生かしながらこの洛西ニュータウンの方であの活用されるということなんですけれどもこういった取り組みをする中でまあ まあ他の地域にも作っていただきたいことは山々なんですけれども、えー、まあこの落差ニュータウンにおけるこのつながる交流促進まちづくり事業としてどう活かされていかれるのか、もう一回あのもう一度再確認させていただきたいと思います。野田部室長、えーとどどこ,ど,こ、えー、どういった活かされ方、<laughs> すみません。あ <laughs> の京都市交流促進まちづくり プラザを培ったノウハウを生かしということなんですけれども、こういったそのノウハウを生かす、どういうふうに生かしていかれるかということを聞かせいただければと思います実際にこちら、あのを急高架下の事業を事業で皆さんと土地を活用して、地域の意見を。 踏まえて作られたというところでここではまちづくりの観点から子育てとまちづくりの拠点となる施設となっております。 で残念ながら同じようにあの他の地域で同様の施設を設置するということは難しいですけれども、えー、子ども育み局とともに、えー、情報共有してまいりたいと思っておりますまた今回補正予算でお願いした事業につきましては議員にご指摘いただいた、えー、交流促進マジクリプラザの取り組みをほ、まあ、他の地域で実施するものということでもございましてまずは落災再興プロジェクトと連動しまして落災地域を中心に出前マ,マジクリプラザという形で取り組みたいと考えております 将来的には洛西以外の地域にもこの取り組みは拡大してまいりたいと考えております本当にあのまあこういったあのまあいい施設があるんですのでまあそういったノウハウをぜひとも洛西ニュータウンの中であの子育てとか若者世代に活用していただきたいなと思っているんですがこの進める実行策の中でえとね府内若手チームが 広場と公園の利用、整備、方策を描きますって書いてあるんですがどういった描きをされるのかお聞かせいただけたらと思います上原住宅室技術担当部長。はい、ありがとうございますあの。午前中の文化市民局でもあのご審いただきましたけれども、えー、洛西では小畑川公園というところとでそれに連続しましてそのパーゴラ広場。 などがございましてでその場所をそのどういうふうに生かしたらいいのかということを町内の横断的に子育て中ですとか若者の職員がああのまあ、落差について特に考えてみようということで集まっ 集ままっててもらいましてでその若者子育て層の目線でそういう空間をどういうふうに活かしたらいいかということを検討しておりますでまあ、その実証実験的にその場所を使いながらどんな空間であったらいいかということを地域の方その訪れた方にもお聞きしながらですねでえっと今小幡川公園ですとか小幡川公園そのものは 建設局なんですけれども、河川敷は京都府が管理しておりますしパーゴラ広場はあの都市計画局が管理しておりますのでそういうところも横断的にどういうルールでお使いいただけるかということでまたあの午前中そのどういうふうにあの予約をしてもらうかというのをオンラインでするということと合わせましてそのエリアを使ったことをえっとどういうふうに発信するかとまた一元的に今日やったらこういうあの取,り取り組みしてはるよとその利用して でいただく方にあの届けやすいような仕組みも合わせて作っていきたいと考えております谷口あの町内こう横のつながり縦のつながりであのどんどんこう情報共有をねしていただいてそれがまた市民の皆さんに変えていただけるような返していただけるような取り組みをよろしくお願いしたいと思っておりますその中でねあのまあ 生ぬだけが、まあ、さっきの昔民局にも言うたんですけれどもまあ楽セーヌだけが何か活性化するようなあの感じがするっていうでまあちょっと地元の方からもちょっとあの質問を来ているんですけれどもまあ新林境井谷竹野里福西まあサブセンターがありますけれどもやはり新林なんかでしたらもう A コープがなくなってしまって、まあ、ちょっと寂しくなってきたっていうお声も聞いております。まあ、サブセンターの使い方なんですけれども、まあ あのお店に来てもらうのも一つの方策かと思いますけれども、やはりまあ地域の皆さんの,あの社会づくりというか、地域コミュニティのためにも、まあ、子ども食堂とか、そういったあの地域の活用化っていうことは考えておられるのでしょうか上原室長。 洛西、はい、ニュータウンの中には4箇所のサブセンターがございましてあの今あのご案内ありましたようにも、えっともとは4地区ともあのスーパーがあったんですけれどもそれがあの今福西だけになってしまってあの新林市でもあのスーパーがなくなって今度はあの土地所有者である JA さんが店舗誘致を進めておられるというふうにお聞きしております。 でえっと、今後のそのサブセンターの在り方なんですけれども今回もちょっとあの補正にも関連しますけれどもサブセン境谷サブセンターの中の会館がございますのでその再整備を進めるというようなことにつきまして高齢者と子どものいの場にしてほしいということを地域の方からちょっとご要望頂い,いておりますのでそれをきっかけにしまして。 えーまあ、その、えー、医療とか介護の地域密着型の小規模多機能の施設ですとかそれに合わせましてあの今もやっておられます、えー、子ども食堂を引き続きやっていただけるようなバーを作るとか、えー、そういうことにつきまして、えー、地域のコミュニティですとかあのサブセンターの方々などにつきましてもあのご意見聞きながら進めていきたいというふうに考えております。谷口委員 本当に、まあ、あのそれぞれの地域があの広いニュータウンで住んであの広い場所、まあ、一つの大きなニュータウンというくくりも必要だと思いますけれどもやはり地域の近くに住んでいる方というのはすぐに、ね、買い物が行けるような感じがあのそういった地域ができたらいいなと思うのと憩いの場ができたらいいなと思っております。であとあ,の、まあ、ある、まあ、新林小学学校が1学年70人 維持ができているという話を聞いてあの、すごくたくさんの子どもたちが通っているんだなと思っているんですけれども、やはりその理由が、一つはなんか、リノベーションされたあの市営住宅があるということで、若い世代があのうつ移り住んでこられているということもお聞きしました、こういったことが、まあ、北福西とか東竹の里市営住宅とか、そういった広がりはあるんでしょうか。前田住宅室長 はい、あの市営住宅の子育て向けのリノベーションについては、あの約100個の住居で落札で実施をしてございます、まあ、あのそれとは別に、あの今年度から、えー、北福西市営住宅、それからあの東竹の里市営住宅で、えー、民間事業者による市営住宅の空き住居を活用した子育て世帯の入居促進を進めてございます。谷口委員 あの洛西ニュータウンに、ね、定住また移住していただけるようにあのこういった、まあ、若い世代というのはやはりこう今風の, <laughs> あの住まいがやはり住みやすいのかなと思いますしまたあの家賃の方も抑えた価格がでまた移住されてこられることを望みたいと思いますので進めていただければと思いますそれであの洛西最高、えーね、公共交通 PR 事業のことなんですけれども、まあ、ある方に聞きますと あの市バス、夜の8時から9時台、あまり人が乗っていないっていう話も聞きます、でやはりあの車での通勤が多いっていうふうに聞きますので、そういったあの、まあ、市バスの利用もあの大切だと思うんですけれども、車の利用者に対する、まあ、駐車場確保とか、そういったことはお考えでいらっしゃいますでしょうか柳井歩く町京都推進事業推進担当部長。 はい。あの、今回のご提案させていただいている内容にあの、PR 事業につきましては、まあ、あの、 この洛西地域4社局がかなり高頻度でバスを走らせているというところでその便利なバス交通をしっかり PR していこう地域内外に PR していこう特に今回ご電話させていただいているものは地域外の方に広く PR をして洛西地域が便利であると公共交通便利であるということをしっかりまあ アピアしていきたいといきととうあのですので、えーまあ、車の通勤の方が地域内多いっていうお話今、えー、ございましたけれどもあの我々としてはやっぱりあのこんだけ4車局で洛西ニュータウンの中でも1日450回運行しているとこれは片道ですので、えーまあ、それだけ走っているバスをしっかり利用していただきたいということがございますので、えー、まあ あのできましたらあの車ご利用いただいている方につきましてはあの公共交通をご利用いただきたいなとあの少しでもその完全にや,のやめてしまうということではなくて、えーまああのまあ、たまには公共交通を使っていただくというような形のお願いをしたいなというふうに思っております。 本当にそうは思うんですけれどもやはりどうしてもまあ車で通勤、ね、あの使われる方もいらっしゃると思いますでも片道450回もあるってお聞きしましてすごいまああの本数が出てるんだなということを今知りましたのであのぜひともあのまあ広い落ン入炭をこうを半周遊もできるというふうに書いてあり、ま、ああ周遊かあのこう回れるんですね。 あの市バスで、あの洛西ニュータウンなんやっぱりそういうのを。あの、まあ、皆さん住んでおられる方はよく知ってはると思うんですけれども。ぜひ、あの、まあ、洛西ニュータウン以外の方に、ぜひ知らせていただきたいなと思っております。そした最後なんですけれども、プロジェクト強化ということで。取りまとめの冊子や、まあ、普及啓発物品。 プロジェクト周知活動を実施するっていうふうになっておりますけれども、まあ、最近、紙媒体っていうのをあの極力あのまあ少なくしていこうっていう中で、どういったこの PR、まあ、冊子ですね、どういったものを作られるのか、お聞かせください。堀崎町再生創造推進室、都市の未来創造担当部長。 お答えいたします。あの、今回のこの PR 冊子につきましては、やはりこの落災最高プロジェクトを推進をしまして、この落災地域の活性化を実現をしていこうということのためにはですね、町づくりの機運を高めまして、まあ、地域住民であるとか事業者の皆様と一緒に進めていくということが重要ですし、また落災地域以外の方々にも、この落災地域の魅力であるとか、それからまこの地域でこんなことをやろうとしてるんだということをまずは知っていただいてで、移住定住につなげていくということが重要であるというふうに考えてございます。でですのでで、まあ確か 確かに SNS とかです、ね、いろんな方法はあるところではありますけれどもまずはまあ関心を持ってもらうといった点でまあ紙の媒体も重要であるというふうに考えておりまして、まあ、こういった媒体を元とにまあ普及啓発をしていきたいというふうに考えておりますこのため最高プロジェクトあの11月に取りまとめを発表しておりますけれどもこのプロジェクトの中身などをです、ね、取りまとめました、まあ、紙の PR 冊子と。 というものをを作成ししまして市内各地での配下であるとか地域での配布そういったさまざまな機会を捉えて PR をしていきたいというふうに考えておりますし今回の予算と関係なくですねウェブサイトであるとか SNS や市民新聞などを活用しましてあらゆる手法で周知をしていきたいというふうに考えてございます。谷口委員 まあ、亀岡とか向こう市とか長岡京市に本当に隣接しておりますのでだからやはり京都市のここ落札住,住んでよかったと思っていただけるようなねニュータウンに降行あの進めていた,だいただきたいと思います、まあ、本当にこれからまあ人口流出防止の本当にあの重要な課題だと思っておりますのでこの予算をしっかりとあの使っていただきたいと思います以上です。 進行いたします。北川委員。北川委員。よろしくお願いいたします。<coughs> <coughs> ええー、私からも洛西再移行プロジェクトの。あのー。 つながる交流促進まちづくり事業の1番目からちょっと質問させていただきたいと思います。えっ、ー、と京都市交流促進まちづくりプラザというのが、えっ、ー、と指定管理者としてボーネルンドさんが入られていると思うんです。けれども、今回えっ、ー、とこれまでに培ったノウハウを生かし、まあ,あの、そういうまちづくりに。 関する今後、取り組みを落差でもしていこうということで、えっと、ボーニルンドさんがこれまでに培われてきたノウハウっていうのを、ぜひあの私もお聞きしたいのと、まあ、それを受けてされる取り組みっていうのを具体的に教えていただけましたら、幸いです長ありがとうございます。えーっと 交流促進まちづくりプラザにつきましてはあの周辺地域をはじめさまざまな地域団体と連携して展開を行うことができたと考えておりますまた具体的な活動につきましては開設後コロナ禍が続きましたけれども施設利用者はもとより近く行き交う高齢者や子どもなどに働きかけられてそこから子ども向けのイベントの実施それから高齢者のお茶会健康体操と行いながら自主的な活動へと展開するなどされているところでございます またこうした取り組みをきっかけとしまして、落栽に竹林の管理者や農産物の生産者、周辺の桂高校や自衛隊、周辺の幼稚園、保育園等ともしっかりとつながりを持つことができておりまして、まあ、そういったノウハウを活用して、今回提案させていただいた事業を実施させていただきたいということでございます。それれから事業の実施内容とというこでですけどども現在交流促進まちづくりパー,ザーではーなどを使って 親子で楽しめる遊び場空間ガトーごとの設置やまちづくり相談による地域のまちづくり活動支援などを行っておりますけれども、まあ、それらの取り組みを落斎の,の方にあの出前をしまして取り組みをしたいと考えております具体的にはあの11月の市長,市長記者会見でも発表されておりましたけれどもあの12月26日に落斎の専門店センターコートおよび落斎の広場に出前をして、えー 遊具や遊びを提案するプレイ,レイヤーと一緒に親子で楽しむ企画を検討しているところでございます。以上です。ありがとうございます。教授してお願いします。北川院。はい、すみません。えっとありがとうございます。えっとということはまああの常設展示とか常常設例えばここ定期的に月月1回これを開きますとかえっとガタゴトさんの遊具で常設されてここで遊べますとかそういうことではなく 何度かこうイベントを開催する中の予算ということですでしょうか。はい。あの今現在あのご提案させていただいたものはあの年年度内で2回予定をしているところでございます。北川委員。はい。ありがとうございます。えっともう一つですね。 あのボーネルンドさんとその京都市都市計画局さんがもしかして中心であの連携を取ってくださっているのかなと思うんですけれども普段からボーネルンドさんとはどのくらいの,あの連携具合というか情報共有をあの定期的にされているのかなどまたあの今回の,その落斎再高プロジェクトに関してあの初めて連携を取られたのかとかあのまあ入場者数とか通知は結構、連携されてとあの情報共有されていると思うんですけれども。その ちづくりや人を集めるノウハウだったりとかそういうことに関するノウハウの提供や情報共有の頻度などもしあれば教えてください長情報共有につきましてはあの阪急さんとか関係者で大体月1回程度あの運営方法等につきまして話し合いをしながら進めているということはあの私も把握をしているところでございます。<laughs> であとは、え実際にあのここの町づくりの相談等で実際に、えー、活動されているところをご紹介ということでよかったでしょうか。で、えー、と実際には、えー、とちょっと待ってください、ね、実際にこちらの,その、ここであの落斎の方で出来上がった農産物を使ったイベントで、えー、実際にその。 育てたものをあの収穫をして実際にそれを食べてもらうであったりとかまあそういった取り組みがあったということは私も把握しているところでございます。伊藤委員、はいありがとうございます。えー、次にですねニュータウンの活性化に係る取り組みの推進ということで、あの。 町内若手職員チームの方々が、まあ、ニュータウンの未来を考えるということで、まあ、いろいろ取り組んでくださっているということなんですけれどもこの町内若手職員チームの方々のです、ね、全体の人数でしたりあと年齢の分布だったりあの男女比などお分かりになっていれば教えてください上原担当部長、はいえー、今のところです、ね、あの10局から30名のメンバーで実施しております。 でえー、と今すぐにあの、えー、男女比などは分からないんですけれどもあのあの本当に、えーまあ、50代はちょっといないかもしれないですそう,そういう感じで、えー、本当に実際あの子育てしているメンバーもおりますしそういう者たちが。 そういう職員たちが洛西ニュータウンに実際も何度も足を運んでここにこんなものがあればよ,けより魅力が高まるなというようなことですとかいろんな仕掛けを考えているということでごござざいいまますすありがとうございますあの20代、30代40代の方々が中心になって取り組んでくださっているようなイメージでよろしいでしょうか。はい ありがとうございます,、えっとですね、あの落斎さあ移行プロジェクトの中であの忘れてはいけないのがです、ね、平成29年の4月にです、ね、実は京都市にあの落斎京都市立芸大跡地検討会という市民の方々が作ってらっしゃる会の方々が「愛のある丘陵都市落斎アートヒル計画」という、ね、69ページにもわたる 壮大な計画書を提出されていましてあの京都市立芸大跡地計画に関する提言書という形でかなり具体的にいろいろ言及されてあの大きな提言書をまとめてくださっていてですねその中にあのこういう今回落札 最高プロジェクトで取り組まれているような内容も一部含まれるんですけれどもあの3番の公共交通 PR 事業に関してなんですけれども今回1000万という大きな予算がついていてこれが何に使われるかというとその交通のバージョンアップの実現に向けてまずは現状の落札地域における公共交通の利便性を 交通事業者と連携して、地域内外に広く PR することに使われるというふうに書かれているんですけれども、これ、1000万が PR にすべて使われるんでしょうか、すみません、ちょっとそのあたりをもう一度、教えていいたただきたいです屋内担当部長。はい、あの公共交通 PR 事業についてでございます。 あのまあ、先ほど申し上げましたとおり、洛西ニュータウンだけでも、1日片道450回、洛西地域全体でいうと運行、680回、400バスが運行されているという、非常に便利な部分がある。で、まあ、この最高プロジェクトの中でも、交通のバージョンアップということで、シームレス、どのバス、どの色のバスにも乗っていただける取り組み。 えと合わせて今回あの、まあ利えー、利用拡大の取り組みということで、えー、掲げさせてていいただいておりますあの中身につきましては、あのまあ、1000万ですけども、えー、ポスター等の PR ツールのお制作の費用と、それから、えー、主にまあ交通広告を考えてますけども、まあ、鉄道駅の構内ですとか、えー、鉄道、バス、車内でのポスター掲示ー、あるいは駅での,あのデジタルサイネージ。 まあそさまざ、あ、まな広報媒体を使ってあの、まあ、ちょっとひ広くですね、えーまあ、その鉄道沿線、まあ、大阪地域も含めてあの広く PR をしていきたいなというふうに考えておりましてあの主には、えー、広告掲載量ということで見込んでおります。 先ほど申しましたその愛のある丘陵都市落差アートヒル計画にです、ね、あの新しい、ね、公共交通網としての落斎ってずっと今までたくさん話題になっているのが、まあ、LRT はどうかとか自動運転バスはどうかとかあのモノレールとか BRT とかいろんなあの話題が今まで出ているところなんですけれどもあの具体的にこの前もあの質問させていただいたら LRT はあの。 勾配がちょっときついとあの技術的にも難しい部分があるということで傾斜の問題で、まあ、落札の地域は結構ちょっと難しいのかなと技術的にも今の技術ではちょっと思うんですけれどもこの計画書にねあの懸垂型のモノレールが提案されてましてあの施設費用敷設費用も安価で済むしっていうのがいろいろメリットが書かれておりまして。あの 結構前に平成29年に出された提言書ですけれども結構学ぶべきところがたくさんありまして本当にまあ現存の公共の交通機関の利便性をすごく PR するっていうことも,もちろん大事なんですけれども1000万あったらあのできることっていろいろ まあもちろん、ね、県垂型のモノレールは1000万ではできないですけどあのできることってもっともっといろいろあるし PR に1000万というのをちょっとまあもったいない気もしないでもないなと思っていたところですでまたあの新しい公共の交通機関に関しては、まあ、これからも多分ずっと議論が続いていくところではあると思うんですけれどもこの更移行プロジェクトが本当に1つの大きな契機になってまた活発な議論が。 あの起こっっていいいけばいいなと思っておりますで最後にですねすみませんあの先ほどもお話出ておりました4番目の,あの PR 強化の取り組みに関して100万円の予算がついておりますが、えっと、紙媒体での冊子もまあ必要ということでお作りになるということでしたがこれ冊子はどのくらいのページ数のものをどのくらいの部数作られて。 あの主にどちらで配っていかれるご予定なのかとかっていうのをちょっと改めてお聞かせいただけましたら。堀崎担当部長 冊子につきまして、まああの、ページ数等々これから、まあ、デザインも検討していくのであれですけども、えーとまあ、かなり、えー、と6テーマ、55アクションありますので、まあ、あの全体像を示しつつ、まあ、ただ分かりやすくというところも含めてです、ねまあ、ページ数自体は、まあ、これから検討していきたいというふうには考えておりますけども、部数としましては、あの全体としまして、サッシある程度の こうボリュームのあるというか数枚あるような冊子につきまして旋部それからもう少し簡単なもののリーフレットというものも旋部というものを作りたいというふうに考えてございますで、えっと、配る場所につきましてはもちろんあの落差の中でイベントを行う場合に配布をしたりということもありますしまあそれ以外でですねあのえっとまあ京都に移住定住で関心があるような方々が集まるようなイベントで配るとかそういったことも含めてこれから検討していきたいというふうに考えてございますはいありがとうございます すみません、ありがとうございます。あのよくわかりました。ぜひあのまあ、若い方々もそうなんですけれども、世代問わず落差にたくさん魅力を感じてあの移り住んできてくださる方がたくさんいらっしゃるといいなと思いますので、あのこの PR のあの冊子やリーフレットがですね無駄にならないようにあのめいっぱい活かしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。以上です。進行いたします。平井委員。 私からはあの、公共、えー、交通 PR 事業についてお聞きしたいというふうに思います。えー、っとあのこのご説明の文中にはです、ねえー、地域内外に広く PR し、さらなる利用促進を図るということで、えー、書かれておりまして。 えー、結論としては、そういうことで若者子育て世帯の呼び込みにつなげるということをされています、まあ、先ほども関連でありましたけれども、まあ、一体何、PR をして、えー、何を持って利用促進を図って、何を持って若者子育て世代を呼び込むのか、まずそのこについてお聞きしたいと思います。<laughs> 柳担当部長 はいえー、公共交通 PR 事業についてでございますあの、まあ、先ほどから申し上げてますようにあの非常に落差地域のなんかバス交通が発達してましてたくさんのバスが走っているということでございますあの一方で,です、ね、落差地域非常にあの交通が不便であるとかです、ね、陸の孤島であるとか、まあ、そういうあのイメージを持っているある方も中にはいらっしゃいます 我々われは決してそういうことではないのかなというふうに考えておりましてそういうイメージを払拭するためにです、ね、公共交通の,その利便性の高さをです、ね、落差地域の持つ魅力と合わせてしっかり発信していきたいなというところでございます。であの 主に地域、落成地域外にお住まいの方をターゲットに PR することで、街の活性化、にぎわいの創出、それから我が者若者、子育て世代の呼び込みにつなげていきたいということでございます平井委員。具体的に何を PR をされるということなのか、何をもって促進をさ,せされるということなのか。 えー、子育て、若者世代をどうやって呼び込むのか、この辺全然何もお答えいただいていないので、もう一度。矢内担当部長、はいあのーまあ、非常に、あのーえー、落の地域、ニュ地域入団だけでもまあ1日450回、片道で、えー、バス4車両が運行されている。であのー、その中で、えー 経路乗車場があの今回、民、えー、バスの拡大がされまして、えー、4車局すべて鉄道、えー、駅に向かっては、まあ、乗れるようになったということがございます。でまあ、今後 あのこのまあシームレス化と言っていますけれどもこれをえまああの全ての世代の方がこうシームレスに乗っていただけるような取り組みをまあ進めたいというふうに思っておりますのでそういう取り組みをしていくということも含めてえまああの先ほど申し上げましたあのまあ不便だというイメージを払拭してえ利便性が高いというところをまあ PR をしてあのまあそれと洛西地域の魅力と合わせて、えー まあその交通の利便性をまあ PR することでえ呼び込みにつなげたいということでございます、はい、あの先ほど LRT の話ありましたけどもあの陸,陸の孤こと,という話と合わせてまあ勾配があるということでそういう,こうあの一定の,、ね、その坂があって取り囲まれているというイメージがいってあるんじゃないかなというふうに思って。 おりましてまあ、こういうところでそのどういうふうに何をやっていくのかというのが問われているといううに思いますしあの便利になったとっいうことであると思うんですけれども洛西地域自身がまだまだ便利じゃない部分もあるんではないかというふうに思っておりましてあの先ほどシームレス化の話出ましたけども最高プロジェクトの取りまとめを読みますと、まあ、バス会社に IC が全て標準装備されるようになると。 とということになってくるとだからバス4社ですよ、ね、あの全体に IC カードが使われるようになるとあのいうことなんですけれどもあの、まあ、いろいろ議論があると思うんですけれども一つは、均一区間の,あの実現というのが、まあ、ずっとあのいろいろあのご苦労されている部分もあるとは思うんですけれどもあのこういう均一化の実現で公共交通の利便性を向上させるということが、まあ、まずは先決ではないかと。 PR っていう前にそこの整備をしていかないと PR する材料も少ないんじゃないかというふうに思うんですよね。この均一拡大の拡大について、あのまもちろんえっとアルクマだけであのやれるものではないので、あの交通局と連携しながらやるっていうことになると思うんですけれども、あの今後その本気でねその県圏化やろうと思えば協議も。 あのきっちりしていかなあかんと思うんですけれども。今後の協議どうするのか、まあ具体的にはどういうふうに考えておられるのか、お聞かせていただきたいと思います。柳内担当部長。はい、あの、えー。運賃の均一化についてでございます。まあ、あの、いろんな、京都市内の地域で。ええー。まあ、市バスの均一運賃のエリアを拡大しているっていうことで。えー、これは、まあ、あの、競争から、 競争から共に作る競争の取り組みの一つかなと思っております洛西地域でも4車局のバスが走っているというところでございますけれどもちょっとここはあの他の地域と、えー、状況が違っているというようなところもありますで運賃制度というのは、まああのえー、バス会社の,その経営の根幹をなすものでございますので、まあ、なかなかこうあの この均一化というものを一飛びに行くというのはなかなか難しいかなと一方で値上がりになる地域もありますし軍賃が下がって収入がダウンするという部分もございます。 あの、いろんな部分で、あの、検討を進めていかないといけないというふうに思っておりますので、ま,あ、まずは、あの、四社局連携して、この地域の利便性を高めていく、まずは、シームレス、バスの色を気にせずに、乗っていただける環境を、四社局、我々、歩く街も含めて、しっかり協議しながら進めていきたいというふうに考えております。員 あのまあ、すでにもう競技始まってるわけでしょ、もともと何もやってないわけではないので、あのそういう意味では、金髄感っていうのは、もちろんそのごく周辺のところで値上がりするということになりますけれども、あの落差のごく周辺のところじゃなくて、あの多くの方々はもう少し遠くへと、あのもうちょっと利便性のあるところにその。 金をつかんでいきたいと思っているわけですからその目的に合わせてその協議していくというのがあのまず大事ですし他社との関係で言ってもそれによってやっぱりその利便性向上することによって乗客が増えるということがあの非常にその交通の関係では大事だという,ふうに思いますしあの検討している場合ではないんじゃないかなとあの本当に、えー、利便性をこう全体的に高めていくという視点での協議すべきじゃないかと思いますけど。もう一度 どうぞ。繰り返しになりますけれども、そのなかなかこう一足飛びに、その緊密、えー、区間拡大というところ、この地域についてはあ、難しいのかなというふうに考えておりまして、まあ、段階を踏んで、えーまあ、あの4社局が協力をして、えー、利便、えー、性を高めて、あの まあまあ、あの住民の方の,あの、えーまあ、要望もありますのであのそういうふうに、まあ、目指していくのは目指していくという方向を持っておりますけれどもあのこの、えー、今、そのスケジュールが描けているというような状況ではありません、まあ、段階を踏んで、えー、取り組みを進めていきたいと思っております。ピライン いやあの落差最高プロジェクトの目的で言いますと1つは交通が大きなあの、えー、部分を占めていると思うんですよね、そういうところで今の,その、えっと、姿勢の在り方で言うとです、ね、なかなかこう変わらないんじゃないかとあのいう,ふうに思いますしその若者や子育て世帯を呼び込むというあのこの前提を挙げた意気込みからするとです、ね、ちょっとそのどうなのかなと。 あの思ってしまうわけであります。あの今後の協議をですね、やっぱり具体で進めていくっていうことが本当に求められてるんじゃないかと思います。まあ、その点あの求めておきたいというふうに思います。あの先ほど購買の話されましたけども、実際その落差地域の購買ってどのぐらいになってるのか、ちょっと分かれば教えていただきたいんですけど。柳井担当部長。 はい、あの具体的な検討をあの進めているわけではございませんので、あの具体的にあの道路の勾配がどれぐらいあるかということは、われわれ、数字を持っているわけではございません。あの基準として、えーまあ、この間の委員会では基準として、えー、4%という基準があるという,ようなことを申し上げたというふうに記憶しております平<井>あの宇都宮のライトレールで言いますと、その4%をはるかに超えたあの勾配に最終地点はなっているというふうに。 判断されていますし、あの技術も上がってるんじゃないかというふうに思うんですね。だから、あの具体の検討を進めてないということであります。けれども、あの具体の検討も含めてですね。ま、全体のあの構想でいうと、鉄軌道がないと、この地域なかなかしんどいとあのいうのがあの多くの方々の思いですしまあ。 あの地下鉄通るということでその多くの人は思っていたわけですからやっぱりそういう可能性も含めて全体を想定していくということはあの必要だというふうふに思うんですよねだからその想定、えー、検討していないということではなくて検討の相乗にも乗せてです、ね、その鉄軌道ができるかどうかという、まあ、ほら財政面も含めて、ね、あのよくその検討する必要があると思うんですけれどもやっぱりその可能性をいろいろ見ていくべきじゃないかと。 あの思いますし、あのーまあ、大体、他都市のニュータウンで言いますと、えー、鉄軌道があってそ,のそういう鉄軌道の駅から、まあ、自分のニュータウンの近くの駅からですね他の場所に移動できるということで、うん、あのそういう意味ではその、えー、ニュータウンが老朽化してもね そのいろいろな手段で活性化を図るということは考えられるわけでありますけれども今の状態でいうとねそなかなか活性化考えられない部分があのいろいろ出てるんじゃないかなとだから PR 事業においていろいろ PR されるのはあの一定必要なことだと思うんですけれどもそれだけではねやっぱりその PR 材料として非常に弱いんじゃないかとあの思っていますまつ、あ、き道自身が提示制の観点からもあの非常に大事だなというふうに思っていますし え財政状況との兼ね合いになるけれども、導入の検討というのは想定しながらやるべきじゃないかと思うんですが、この点、いかでしょうか大城市歩く町京都推進室長。 ありがとうございます鉄軌道についてでございます。あの先ほど、屋内の方からも申し上げましたけれども、先日の委員会の中でお示ししましたのは、えー、安全基準ということで、国の方から示されているものをご示ししただけでございますので、えー、落栽地域がそれに適合するかどうかという視点では、お答えしていないということは、改めて申し上げたいと思います。えー、そのの上でですねあの鉄軌道 なり新たな公共交通という視点でございますけれども、当然、その安全基準ということは大前提でございますけどその上で、その町において何が適したものなのか、まず第一な需要といったところが出てくるかと思うんですけどそういったものと見比べながら何を、何が適しているのか、何を投入すべきなのかというのは、しっかり考えていくべき、議論をしていきたいというふうに考えてございます、以上でございます。平井、まあ、ぜひあのー えっと、先ほどの均一区間の話も含めてですね。その洛西の交通の利便性の向上というところでですね。全体的なあの検討していただきたいというふうに思います。終わります。進行いたします。西山委員。あ、西山福寿さん。西山福寿さん。 え、それではよろしくお願いいたします。え、私の方からはまニュータウンの活性化にえかかる取り組みの推進の中で、ま児童遊園のま整備についてお伺いをさせていただきたいと思います。ま、9月会議のにおきまして、ま、我が会派の増成議員の方がえ代表質問をさせていただきました。まその中でま市営住宅への若者交差世代の移住。え 定住には、市営住宅敷地内の公園の再整備が有効であるといった認識の中で、市営住宅敷地内の公園の魅力向上にぜひ取り組んでいただきたいというような要望をさせていただいたところでありました。そういった中今回の総予算が 提案されててておりましてあのましし期待をいいるところでございます今回、あの整備されるのは、洛西ニュータウン、また向島ニュータウンということでございますけれども、それぞれのニュータウン内で何箇所の予定であるのか、また、あのど,の声どの辺りでというあたりについては、どのようにして決められるのか、そのあたりについて、まず持ってお聞かせいただけますでしょうか。前田室長 はい、あの今回の児童遊園の整備につきましては、洛西で4箇所、えー、向かい島で3箇所の合計7箇所で整備をしていきたいというふうに考えてございます。あの具体的にです、ね、どこの児童遊園を整備するかは、地元の自治会ともお話をし、協議をしながら決めていきたいというふうに考えてございますけれどもあの、例えばあの児童館であるとか、保育園が近くにある公園であるとか、 今年度から取り組んでます、民間事業者による市営住宅の空き重港を活用した子育て世帯の入居促進の充当の近く、こういったものを想定をしてございます、まあ、いずれにしましてもです、ね、あの整備をすることで子どもたちが来てくれると、遊んでくれる、えー、そういったにぎわいのある児童遊園にしていきたいというふうに考えてございます。西山福祉さん ありがとうございます場所が決められるにあたりましては、地元の地下の皆さんからご意見を聞いていただくと、それとともにより効果的な活用になるように、奥さんに馴染んだ施設等の付近が有力であるというふうな認識をさせていただいたところでございます。具体的な場所の決定につきましては、多くの方が納得され、最も効果が発揮できるような場所の選定をお願いしたいと思うわけでありますけれども、 まずはしっかりと地元の皆さんのご意見を聞いていただきたいというふうに思うわけでございます。今の段階で地元の皆さんからご意見を聞いていただくような日程が決まっているのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか。前田首相、あの今の時点でですね、あのすでに地元にはあのこういったことをしていきたいということはあの伝えてございます。 具体的にはです、ね、今後あの、えー、司会で議決をいただいた後に、あの実際に地元、それから校舎、それからわれわれ京都市が入っていって決めていきたいというふうに考えてございます西山さんありがとうございます。あのまあ整備の,あのまあスケジュール感なんですけれども、まあ、いつ頃から始まって、ですねあのいつ頃まあ完了予定なのか、まあ、その辺の見通しはいかがでしょうか。前田室長 今今年年度度のの補正予算ですのですすつはまあ今年度中が目処になりますただ、これは地元ともしっかりと協議をしあの場合によっては地元にも参加をしていただいて整備をしていきたいというふうに考えてございましてえまああの年度末が1つの基準ではございますけども場合によったらあの繰り越してもあの地元と一緒に整備をしていくということがいいのではないかというふうに考えてございます。 西山くしさんありがとうございます。まああのまあい よりあの地元の皆さんの意見が反映されてまいい整備になるようにお願いしたいと思います。あの次にまああの整備されるま内容なんですけれどもあのま資料にまよりますとま優遇の補修まベンチの設置ま反応対策等というふうに記載をましていただいておりますけれどもあのもう少しあのまどこの場所にでもありますけれどもあのどのようなことがあの想定されるのかあの詳しくお聞かせいただけるようでしたらお願いできますでしょうか。前田室長。 あの先ほど、向島トラクター合わせて7箇所と申し上げてましたけれども、1つの箇所について、おおむね400万程度で想定をしてございます。1つは、木製のベンチ、これがまあ設置して40年以上たって、相当老朽化しているというところで、それの撤去と取り替え、樹脂製の取り替えといったもの、それと遊具の補修、それからあの塗装といったようなもの。 それからあの、これは地元が非常に今、困ってますあの、えー、除草対策としてあの、なかなかメンテナンスフリートまではいかないんですけれども、比較的メンテナンスがしやすいような土壌の改良、こういったことをしていきたいというふうに考えてございます西山福士さん。 あのまあ、ギャン勉強会の中であの人工芝の設置も検討されているお話があの出ていたようにも認識をしているんですけれども、まあ、その辺については、いかがでし,たでしょうか前田室長あの。土壌改良の一つとして、あの例えばあのよくありますあのえ、ブランコの下の部分等については、あの人工芝にして、えまあ、あの水がたまりにくくすると、そういったことも検討の一つではないかというふうに考えてございます。西山福祉さん ありがとうございます。まあ、そうしますと、全体というよりは部分的なものということでよろしかったでしょうか、まああのまあ、さほど、ね、大きな人工芝の施設にはならない状況であると思うんですけれどもあの、まあ、比較的そういった人工芝というのは、こういう整備の中で用いられているのかどうか、そのあたり前田室長。 今回はですね、先ほどあの、今申し上げたように、人工芝については、あのピンポイントな整備を考えてございます。それ以外にですね、土壌改良として、えーまあ、予算の範囲内でございますけれども、あの知見を持っている建設局にもアドバイスをいただきながら、現在、検討を進めているというところでございます。えー、例えば、一つの事例として、えー、主目的は防人対策というふうに聞いてございますけれども、 あの塩化マグネシウムいわゆるに,ぎりに,がりです、ね、にがりを敷地に散布してその上に薄くあの土を引くなどの手法もあの一定草が生えにくくなる効果もあるというふうに聞いてございますのでそういった知見も参考にしてどのような手法が良いかあの引き続き検討していきたいというふうに思います。 西山さございます、まあ、あの様々お伺いさせていただきましたけれどもあの、まあ、より地元の皆さんにも喜んでいただきてあの、まあ、初期の,あの、まあ、目標でありますというか、目的であります、まあ、若者の皆さんへの、まあ、若者の子育て世代の、まあ、移住、定時の促進になる、まあ、取り組みになることを期待いたしまして、私の質問を終わります進行いたします、文久大委員。 今回の町内若手職員チーム、洛西ニュータウンの未来を考える若手まちづくりのメンバー、先ほどの質疑でもありましたように、10局30人ということですけど、やっぱりね、ライフサイクル考えると、ま、若手とかですね若者子育て世帯した人とかね、これは今のトピックかもしれないけど、 やっぱり超長寿社会でしょその方々の意見もねもっと聞くべきじゃないかなと思うんですライフサイクル考えるとまあ今回この、うん、落差は特に坂道が多いでしょ都市行ったらやはりなかなか移動が難しいですねで、そういう中で先ほども鉄軌道の話も出てきましたけど LRT にしたってこんなん今から軌道を引くと言ったら大変な事業ですよただ 感情ネットワーク構想ってやったでしょ、これとどういう兼ね合いをしていくか、こういうのは若手の人たちに考えてもらたいけども、今、そこで生活している高齢者、お年寄りの意見っていうのは、どのように聞いていくのかっていうこと、ままずお伺いします上原担当部長、はい。ありがとうございます これまでもですね落差ニュータウンではアクションプログラムですとか、うん、その後のネットワーク会議で今年に入りまして3回タウンミーティングという形でご意見をお伺いしてきましたタウンミーティングには若者子育て層も徐々に3回やっていく上で増えてきたんですけれどもやっぱり最初からお住まいになっておられる高齢者の方々などもたくさん来ていただいておりましてその他にも ホームページの方に特設のご意見フォームみたいなあのご意見フォームということであのご意見を寄せていただけるというような工夫もしております。その中でもあの えっと年齢層もずっと書いていただいているんですけれども、60代、70代からのご意見もたくさんいただいております、で交通につきましては、やはりあの公共交通の利便性の向上ですとか、あの手続きの,あのご意見についてもいただいておりますし、やはりあのまあ市の財政状況を踏まえると、バス交通のなどできることから始めてほしいというようなことなどもご意見としていただいております。福田委員、そういうのも先般、新聞読んでたらね。 朝は便利だととその時間起きてへんとまだ動く時間にバスが透けのなっていくというようなご意見がものすごくネガティブにね新聞に語られてるんでそんなことをもう言わんでもええようにねしていかないと時間帯というのはあるんですよ。だ病院に行く時間、ね、7だからそういうこともライフサイクルとして考えていかないとそういう不満ばっかりが出てくる。 で今や高齢化率が30%でしょ、そういう、ね、時代において、その方々の意見というのをもうちょっとね、えー、施策に反映していくべきじゃないかなと私も考えています。例えば今、若手の職員のチームっておっしゃったけど、幹部職員の人で50代の人っていうのは私も50代最後やけどもね、ねだんだんと分かってくるんですよ、気持ちが。ね、階段走ってもちょっと、あ行ききれんの早よなったなとかね、分かるんですよ。 だからそうなると、やはり、えー、そういう方々の意見というのも、ね、社会を支えてきていただいた先輩も要求ありますんで、えーまあ、報いていかなあかんかなと思っております。まあ、あ LRT の話も先ほど、購買の話あったけども、これ、言い訳ですわ。こんなもっと購買、きついところ走ってる LRT ね、もう海外にあるのですよ、とっくに、10年前から。ね、だから、技術がどうとか、とことかちゃいます。ただ東西線ね 地下鉄のあれはあの京線乗り入れしてるでしょあの京阪の京浜線ねあれはすごいでしたらしいですね坂道上がるようにモーターが全然違うらしいですよあの大阪山登っていかなあかんでしょだからすごいモーターついてるらしいですよ、まあ、そうなんなのとっくの昔からですねそういう技術あります勾配についてもだからそういうことで言うならばいられていけ勾配があるか難しいとか、まあ、言わんようにしとかんとよそになんぼでもあるわけですからね そのただ、私も鉄軌道中のほんまに膨大なコストがかかるの分かっているので簡単ではないと思っています。ですから、それ今ある今、ご答弁いただいて今あるバスを主体とした交通網の事実というものをですね長寿社会に適用できるような形でやっていただくということまた、病院のことも書いて,書いてありましたね、いろんなこと、この地域の。病院もやはり、これは年齢にかかわらず必要な部分です。 医院とか病院が充実している地域は、やり住みやすい街っていうものにつながってきますので、そういうことも担保できるようなこと、みんなが安心できるようなこと、全世代、全世代が考えられるという、このプロジェクトにしていきますようお願いして終わります進行いたします、久保田委員。 よろししくお願いいたます私からは、ですね大きくは2点です、まず、ニュータウンの活性化に関わる取り組みの推進の中で、です児童遊園の整備が上がってますけれども、その点について少し質疑がありましたけれども、ちょっと確認も含めて質問させていただきたいと思います。 児童遊園の整備、あの、まあ、子供から高齢者まで安心して、えー、集える、この環境整備、まあ、取り組んでいかれるっていうことですけれども、あの、まあ、あの、落災、そしてあの、私の地元である向島、えー、このニュータウンでですね、まあ、取り組まれていくっていうところで、あの、次の局の建設局でも少し質問しようと思っておりましたが、この、 建設局では、まあ、子供真ん中公園魅力アッププロジェクトの推進って形で、えー、同様に、ま、あの、えー、公園の、えー、取り組みなど、えー、行われていく形になっておりますが、えー、私の地元のですね、この、えー、伏見区の、えー、北影谷公園ではですね、実際に、あの、その地域の、えー、方、 え、から多世代の方がですね、あの参加をして、地域が主体となったまあ公園の運営について検討しているような、まあ、新たな公園の運営モデルということを取り組まれている状況であります。実際に、あの、これから、この都市計画局において、こう,うあの安心して集える、まあ、環境整備、 まあそういうようなことを取り組まれていく中においてあの今のこの北影谷公園での取り組みのようにでさまざまな多世代の方がえ意見を集いながらえ共に作っていくようなまあそういうような取り組みというのもえいいんではないかなというふうに私自身は思っているんですけれどもえこの環境整備でまあ実際にその地域の方の声をしっかりとえ聞きながら共に作っていくようなそういうような方向性があるのか確認をお願いします。 前田首長あの市営住宅の児童遊園につきましては、もともと自治会に管理をお願いをしているところでございます。えー、今回、ですねその整備にあたって、例えば、まあ、あのハード的なことでいうとあの、ベンチの老朽化とか、そういった取り替えをしますけれどもあの、一つは遊具の塗り替え等については、できれば地元にも参加をいただいて、一緒に考えて進めていきたいというふうに考えてございます。 はい、ありがとうございます、まあ、のやはりそういうふうにあの共に作っていくことをですね、一定入れていくことで、やはりそういう部分においても愛着が湧き、そしてその場に集っていくような、そういう場所になっていくと思いますので、ぜひあのそういう取り組みをしていただきたいなというふうに思います。でもう一つ、えー、次はです、ね、あの落差最高プロジェクト のことについて少し質問させていただきたいというふうに思うんですけれどもこれは実際にこれから進めていく中においてですね実際にこの落車在庫プロジェクト事前にいろいろとお話などを伺ったりとかする中でいろんなことをまずはやってみるそういうようなことを伺うことがいろいろあったかと思いますが実際にこの あのー、もちろん、あのー、最後のゴールというわけではないですが、この一定のこの洛西再興プロジェクトの一定の,そのマイルストーンなり、まあ、その方向性、まあ、そのゴールに定めているようなものが何かあるのであれば、ちょっと教えていただきたいんですが、いかがでしょうか堀崎担当部長。はい えっとまあ、今回のプロジェクト自体は、落差地域のとにかく活性化に向けまして、えー、今できることというものをとにかく一気活性にやっていこうということですので、まずは今回掲げたプロジェクトを実施をするということ、着実に実施をするということと、まあ、その進捗管理をきちっと進めていきたいというふうに考えてございます、はい、その着実に実行した先には、えー、何を見据えているのかというのを伺いますでしょうか。 森崎担当部長もちろん、落差地域の課題としましては、人口減少みたいな話もあるでしょうし、ニュータウンの施設の老朽化ということもありますので、そういったいろいろな課題を解決していくということ自体が、そ,それをすることによって、落差地域が活性化するということがまあ目的というふうに考えてございますじゃあ,あ,の、まああの、今、人口減少などの部分の,あのキーワードも出てきましたね。まああのまあ もちろん、その定住移住促進などは、あの、これはあの、まあ、京都市全体でもそうですし、まあ、その落差においても。の、あの、取り組んでいかれることだろうというふうに思いますし、それは、あの、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っています。で、その中、あの、みんなで進める実行策の6番、共同と魅力発信についてですね。三つ目に。 魅力と情報の発信とサポーターの拡大というところで、数網住宅情報誌、サイトなどでの落差地域の魅力発信というものが記載はありますけれども、これは予算のどの部分に入っているのかと、実際にこの数網の部分の予算としてはいくらを計上されているのか、あと、掲載の時期などをですね、あれば教えていただきたいです。 崎担当部長こちらの情報発信につきましては、えっと、補正予算には特には計上してございませんでして、文化審議局の方で計上しているものはございます、都市計画局のすみません、今回あのから計上しているものについては、特にこの部分についてはあの予算は計上してございません。高田委員 えっと、では、この数もの媒体の掲載には費用がかからないのか、もしくは、えーえー、別のところでもう予算組をしているのかというところはいかがでしょうか森崎担当部長、はいえっと、今年度の当初の予算のところで、えっと、総合企画局の方で計上している予算の中で実施をするということを予定をしてございます。 あ分かりましじゃあ、あの少しまあこの今回はあの、まあえー、補正予算の審議でありますので、えー、そこからあまりはみ出ないようには質問したいと思いますがああの、まあの実際にですねこの、えー、補正予算でもこの最高プロジェクトさまざまなプロジェクトを推進していく中においてですね実際に、えー、この PR であったりとかこの プロジェクトの PR また公共交通の PR などまあさまざま実際の PR 業の事業っていうのを、まあ、取り組まれていく中においてですね実際にはこの数もの媒体、えー、などでまあ、大きくあの掲載をしていくものとですねやはりしっかりとこういうような PR 事業っていうのは連動していく必要性も、えー、あるというふうに思ってますしでやはりあのそういう大きな媒体で掲載をすることとですねあの一つ一つを、えー 点で終わらせるのではなくて、やはりあのしっかりあの大切なこの一般財源ですから、そのしっかりとその点を線にして、面に広げていくということの考え方っていうのは、もちろん今、あの思われているとは思いますけれども、あの一つ一つ打ち上げ花火で終わることなくです、ねあの、連動させて、であの落札の,の盛り上げにあのしっかりと寄与していただきたいというふうに思っているんですけれども、その点、最後、お伺いしてよろしいでしょうか。 上原担当まあ全,全局挙げてこの最高プロジェクトを進めてるんですけれどもスーモのようにもう全,全国展開でまあ落斎を売り出そうというようなことと今回いろんな補正で挙げさせていただいてるように落斎に実際交流人口のありで、えー、実際訪れていただいて。 で、もともとあのベッドタウンっていう風なイメージがすごく強いと思いますので、6歳に行ったことないわという人もたくさんいらっしゃると思います。こういうイベントなどまあ、で、あの子育てでもこういう風なことがあの日々行われているんだというようなことも pr しながらで少しまあ興味持っていただいたときに、えー、きちんと住まいを。 じゅい、あの準備すると、ええ、買取再販ですとか、ことこと事業ですとか。いろんな、あの住まいが準備されているということについて。それも、あの、一括的に相談に乗れるような体制なども、今後進めていきたいというふうに思っております。久保隊員。はい、ありがとうございます。あの、まあ、しっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、あの、今ですね、この。まあ、私も、もともとリクルートで働いて、スーモの事業で働いておりましたので、スーモの中身は、あの。 分かっておりますしで今現状スーモのネット媒体などを見てもですねあの実際にこの新築のマンションなどではあの掲載がゼロでありますでやはりあの実際にこのスーモの中でその落栽ニュータウンの魅力を掲載してで実際にいろんな落栽っていいよねって言ってもそこから 連動しなければです、ねあの、それこそ意味がないというふうに思っていますしあ、そういうところはしっかりとあの、まあ、あのリクルートの,あの担当者とも。 連動しながらあの企画を、えー、より一層練っていただいて取り組んでいただきたいと思いますのであの、まあ、全体的なこの「落差サ最高プロジェクトで」でこの落差がよりあの発展しながらですねで盛り上がってそして落差がすごいいいとこだっていうところ、まあ、実際にこのキャッチフレーズでも来てみて住み続けたくなる街「落差ニュータウン」って形でキャッチフレーズも新たにあの掲げられているところでもありますしあのそれがしっかりと実現に向かうようにですねあの一つ一つ着実に取り組んでいただきたいと思います。 いただきたいと思いますので、その点要望させていただきまして、終わらせていただきます。進行。中野委員から質疑の取り下げの申し出がありましたので、ご報告いたします。それでは、菊地委員、どうぞ。菊地委員、どうぞ。はい。 お疲れ様でございます。どうぞよろしくお願い申します。まあ何人かの委員の方もあの一緒のことを言われてますので、もうそこを省いていくんです。もう簡潔にちょっと期待こと期待させてもらいたいと思います。まあえっと先ほどからまあ出てます三番のですね、まあ最高プロジェクトの公共交通なんですけれども、まあえっと若者子育て世代の呼び込みつなげるということでございましたが、あの今現状考えておられる。 えー、SNS での、まあ、媒体とかをどう考えていらっしゃるかをちょっと教えていただければと思います柳井担当部長。はい、あのこの、えー、PR ツールでございますけれども、まあ、今考えております,おめおりますのはあの、中心は、まあ、交,交通広告あの、まあ、鉄道駅の構内とか、えー、鉄道バス車内での,あのポスター掲示でありますとか、駅の。 デジタルサイネージを中心に考えていますで。当然、あのおっしゃられているような、まあ、SNS とかあといろんな広報媒体ございますので、まあ、そういうことも含めて、えー、幅広く展開していきたいなというう考えております。 はい、ありがとうございます、まあ、やっぱりその若者をやっぱ今回考えているわけでいらっしゃると思いますので,やっぱ今,まで今までみたいに紙媒体をたくもも,もちろんそれは失労なんですけどもやっぱこの SNS を力入れてといくことはやっぱ大事になっちゃうかなと思っておりますそれはやっぱり今久保田もおっしゃった通り s u m o 使ったりとかです、ね、YouTube 使ったりとか、まあ、あの今回、交通事業者と連携して地域内外ということですのでそういう連携をしつつです、ね、あのしていかなと思いけないと思います。 その30ですけれども、そういう世代は字を読むのがしんどい世代というのもありますので、ですねもちろんあの簡単な計量、えー、と簡単なことはもちろん書かないとい、大事なことは書かないといけませんけれども、ですね、まあ、例えばえと今、動画を作ったりとかですね、そういうの含めてまあ考えていけばいいのかなという形で思っておりますので、そこはどう思っているか、ちょっとお答えいただければと思います柳内担当部長。はい あのまあ今回あの非常にあの候補ということで、えー、1000万という非常に大きなあの予算をいただいたという,ふうに思ってます。いつもあの候補経費なかなか予算つかずにこうあの非常に。 候補というののはお金がかかりますので非常に難しいなという思いをしながらこういつも取り組んでいたんですけれども今回は1,000万という大きなお金頂い,いておりますのであの、まあ、いろんな形で地域外の方に PR できるように考えていきたいという思っていますあの動画っていうことは今ちょっとあの具体的な検討の中には入っておりませんけれどもそういうことも あの可能性としてはあのあるのかなというふうに思っておりますので、いろんなあの広報媒体含めていろんな手法で PR できるようにえしっかり検討していきたいというう考えております。菊池。はい、ありがとうございます。えっ、ーえー、とまあご答弁いただきまして感謝申し上げます。やっぱりそういうことが大事でございまして、まあこれ私もやっぱり行政口違いですけれども、まあ人材よく。 北上主義の随行で落差も言ってたもんですからやっぱり地域のお話を聞くともうやっぱりどうしようかなと思っている方がいらっしゃいますまあなかなかおっしゃるとりそのいきなり鉄道をつけろとかっていう話もやっぱ出てくるのは出てくるんですけど今現状ではやっぱ難しいと思いますのでですねできることはやっぱやっていくのが必要と思っておりますのでですねその中でやっぱこれが成功体験になるとあらゆることでできる可能性も見えてくることでございますので何とぞまたよろしくお願、ね、い申し上げます、えー、終わります 以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしましたこれで都市計画局の審査を終わりますリーシお疲れ様でした次の建設局の対する審査はリーシャが入出でき次第始めますのでしばらくそのままお待ちください それでは建設局の審査を行います理事者説明願います今井建設企画部長着席して説明くださいはいありがとうございますそれでは建設局関係の補正予算案につきましてご説明申し上げます予算予算特別委員会資料令和5年度11月補正予算の概要について建設局分）こちらの方をご覧いただきたいと思います1概要でございます 子育て世代の移住・定住促進につながる魅力的な街の実現に向け安全かつ充実した子育て環境が整う公園を目指すとともに落差地域の活性化に向け地域内の公園等の魅力向上を図ってまいります今回の補正では遊具の充実トイレのリニューアル等を進めてまいります2補正予算額でございます補正額は1億1000万円 財源内訳は、私災700万円、一般財源1億300万円でございます。3、対象事業の概要、括弧1、落災最高プロジェクトの推進でございます。本プロジェクトでは、落災ニュータウンをはじめとする、落災地域全体の活性化に向け、地域のさらなる魅力向上に資する取り組みを推進することとしております。 今回の補正では、サイニュータウンの公園における遊具の新設やトイレリニューアル等に着手するため、5600万円を計上しております。次に、弧国、子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトの推進でございます。人口減少対策及び子ども真ん中社会の実現への寄与の視点から、 公園に関するさまざまな取り組みをこれまで以上に拡充して実施し安全かつ充実した子育て環境の整備に資する公園づくりを進めていくこととしております今回の補正ではプロジェクトの第一弾として洛西ニュータウンの公園に加えて市内の幅広いエリアから若者子育て世代が集う大規模公園において老朽化している遊具等の補修を行います具体的には梅小路公園及び宝木公園こどもの楽園において 優遇と補修のために五千四百万円を計上しておりますご説明は以上でございますご審議のほどよろしくお願いいたしますそれでは質疑のある方は挙手願いますここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます富井委員北川委員江本委員松田委員久保田委員中野委員以上通告までの方はおられませんか それでは順次発言を許します。トミー。委員長。トミー、どうぞ。よろしくお願いします。私のあの質疑と応答。 合計二十分しかありませんので一つよろしくご協力お願いします、えー、今回のこの補正予算に計上されてます公園関係の予算ですねまず公園の優遇関係で計上している予算の概要で結構ですので説明ください 長田緑政策推進室長、はい、公園遊具の、えー、予算計上の概要についてでございます今回の補正予算につきましては子育て世代の移住定住の実現に向け、えー、安全かつ充実した子育て環境が 整う公園を目指すとともにですね落差地域の活性化に向け地域内の公園等の魅力向上を図るため公園遊具の充実とトイレ入団に取り組んでいくこうとしておりますまず落差地域の公園遊具につきましてはですね坂井谷公園と大寺崖公園に子どもたちに人気の高い在留クライミングという大型遊具を新設することとしておりまして計4100万円を計上してございますえ次に子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトに大きくかかる予算につきましては京都市内の幅広いエリアからえ若者子育て世代が集う 大規模公園であります梅小路公園、および宝ヶ池公園、こどもの楽園におきまして、ですね遊具等の補修を行うこととしておりまして、計5400万円の計上でございます、以上ですトミーちょっとようわからいんですがザえ、ザイルクライミング、これ、かなりまあ費用がかかるんですが、これはどういった遊具なんでしょう。永田室長田 はい、ありがとうございます。ザイルクライミングでございますけれども、えー、非常に高さのある目立つ遊具でございます、えー。これはですね、タウンミーティングでありますとか、えー、個別の、えー、寄せられたご意見などにおきましても、子育て世代からは非常にバスケットブランコなどとともに好意的にご意見をいただいていてただくような遊具になってございます。またですね、えー、同じく洛西ニュータウンにおきましては、えー、福西公園にも既に導入をしてございます。こちらにつきましても、天気の良い休日にはですね、多くの子供たちが遊ぶ光景を見ることができるという人気の 高い優遇でございます。以上でございます。トミ今あのお答えいただいたいろいろなこの優遇ですね。こういう予定している優遇は、まあ地元からまあ地域からあの要望がこれあったもんなんですか野方出場。はい、ありがとうございます。えー、っとそ。 地域からのご要望につきまして、ですね、先ほどもご答弁申し上げましたが、タウンミーティングでありますとか、個別にご意見をお伺いすると、ですね、非常にあの人気があるということで、えー、好意的に受け取っていただいている遊具となってございます。まあ、今回、ですね、こういう遊具の導入によりまして、目に見える形で公園の変化を感じ取ってもらうことができるようにということを期待はしているところでございます。以上ですトミー あのこうやっての、まあ、あの古くなった遊具ですねこれが更新されることは、まあ、大変、まあ、子どもたちにとって非常にいいことだとこのように思うんですでも今回計上されているこの洛西ニューターンの、えー、先ほど申された梅小路公園それから、えー、宝池公園でまあこれは、まああのーまあ、今回計上されてますからただ あの市内のね他の公園にも遊具がかなりあると思うんですが、老朽化で更新が必要な遊具については、ほ、まあ、他の公園についてはどのようにお考えですか長田室長、はいえー、今回、計上していない他の老朽化した公園遊具についての、更新についてのご質問でございます。 今回ですね、補正予算として計上させていただいた内容につきましては、令和6年度に予算要求を検討していたもののうちですね、 地元の調整でありますとか、そういった事前準備が、進んでおりまして、また、早期着手が可能なもの、このうちその中でも、国庫補助の要件になじまない事業ということで、計上させていただいております。老朽化した遊具の更新など、国庫補助の要件を満たすものにつきましては、令和6年度当初予算分として、国庫要、国あ、国費要望を行っておりまして、必要な予算の確保に今後、努めてまいりたいと、このように考えてございます。合わせましてですね、先日、自由民主党をはじめとしたしまして、 まず政府・与党の関係の皆様のご尽力によりまして、成立いたしました国の経済対策予算につきましても、えー、その活用を積極的にしていきたい、このように考えてございます、以上ですあの先ほどね、国交補助の要件になじまない、えー、事業と、それから老朽化した用具の更新などについては、国交補助の要件を満たすものということをおっしゃったんですが。 ちょっと私、勉強不足で、この点についての、の何が、どういうものの要件がなじまないのか、どういう要件がなじむのか、ちょっと説明していただけますか長田出場、はい、まず遊具の新設についてでございますが、単独で遊具を新設するもの、つまり追加で充実化させるものにつきましては、これは国交省の対象とはなりません。 市の単独事業とということになりますただし、老朽化してすでに例えば、壊れているとか老朽化しているとかでそれを更新する、これにつきましては補助要件として当たります。また、新設で遊具つける場合でも補助が当たる場合がございますがこれは再整備といいまして公園全体を作り変えるリニューアルする時に入れ替えるとか新たに追加するこういった場合については補助の要件を満たすということになってございます。以上です 分かりましたということは、新しく新設でやる場合は、これはもうなじまないということやね。で、今までやったやつが、まあ、老朽してて、まあ、例えばブランコなり、ジャングルジムなりで、それを老朽して危ない危険ということで、これを、えー、修理する場合は、国補助がつくと、こういう理解でええわけですね。あなるほどねね、あのー、今後です、ね、やっぱり まあ私はあの今回のサイコプロジェクトについてはよう理解いたしておりますただ、あのーまあ、これ全局でね、まあ、集中的にやってられるでそれはあのいいことだと思うんですがやはりあの今後ですねやっぱりあの公園についても他の公園ももう老朽しててねもう取っ払ってないいうところもありますのでぜひあの今後有利なその国の財源なんかをですね 確保して、そして、えー、この落差だけはなしに、あの市内全域の市民に、ね、とって、またお子さんにとって、身近なあの公園でも実施できるように、ですねぜひとも予算確保に努めていただきたいと、このように思いますが、いかがでしょう、最後に。永田室長。はい、えー 京都市の喫緊の課題であります、子どもの対人口減少対策としての、えー、若者、子育て世代への魅力向上、これについて公営の魅力をアップしていくことが非常に必要かと思っております。これに必要な議員ご指摘のような国、えー、補助の活用、これは最大限してまいりたい、このように考えてございます、はい、以とみ<井>、はいじゃあ、次にあのトイレについてお伺いします。<お>今回のプロジェクトで遊具、えー、とそれから、まあ、トイレのリニューアルということが出ておりますので。 そこであのまずトイレの関係についても、計上している予算の、ね、概要について、えー、どのような、まあ、方向性で、えー、ここまで方針を、ね、立てられたのか、その説明をお願いします長田室長、はい。トイレ関係の補正予算の概要についてでございます。 今回の補正予算では、洛西地域のトイレに関しまして、境谷公園のトイレのリニューアルに向けた設計費用と、新林池公園の便器の様式化に関する費用として、計800万円を計上してございます以上でトミー。はいまあ、計800円、800万円で、まあ、今回、これをあの計上されているということで、えー、今回、和式の便器2基。 便器に交換すするとということですねあの先ほど同じような質問しますが、他の公演はどうなんでしょう、他の公演でも困ってられるところがたくさんあるんですが、まあ、今回はサイコプロジェクトについてお伺いしているんですが、やはり他の公演についても気になりますので、それについてはいかがですか。長田室長 はい、他の公園でのトイレのリニューアルの方針についてでございますけれども、まず、落栽地域におきましては、トイレのリニューアルの方針につきましては、このさあ移行プロジェクトの中でございますけれども、まずは規模の大きな5公園におきまして、建屋を含めたリニューアルを計画的に実施していくという予定にしてございます、リニューアルにおきましては、おむつ交換内のもなども設置するバリアフリートイレを併設することにより、親子で使いやすくなるようなリニューアルを行ってまいりたい、このように考えてございます。 それ以外、全市域についてでございますけれども、こちらにつきましては、公園の約2割が非常に50年以上経っているという古い老朽化した公園ということで、当初に建てられたトイレにつきましても同じような状況というところでございますので、予算確保できる限りいたしまして、ですね順次、順番に総合的に勘案して、順番を決めてやっていきたい、このように考えてございます、以上です。ちょっと今回の補正予算には あのちょっとずれるかもしれないけどね、あのこの間、あの遊具の更新とか、通りについて、まあ、市民からの皆さん方からの要望も大変多くてですね、まあ、その都度私なんかに対してまあ要望があることについては、あの皆さんの方うにまあ土木、私の場合は東部土木ですが、土木とかまあいろんなところに通じて、話をしてきたわけですが、 なななかなか実現しないんですねで、えー、そこで子育て環境の充実ということであれば、あのー、都市計画変更をしてです、ねえー、若者世代を呼び込むということで今回、まあ、都市計画局がまああいう、あのー、都市計画の変更でもってです、ね、うちの私が住んでおります山下区にもおいてもです、ね、そういう方針を 出されたわけですが、もう少しですね、やっぱりそういうところも充実させてはええんではないかと、このように思っております、で、一番まあ、あの特に山科区民がよく使う中央公園ですね、えー、ここのトイレ、もう7、8年前からずっと言い続けてきて、ようやくなんか目処がついたということなんですですが、まあ、 あのようやくメド、まあ、がついたとは聞いてるんですが、改めてね、その経過を聞きます、なぜか,なぜかというと、一番ね、区民が使ってるんですね、でも非常に汚いわ、それからもう、何かこうイベントがあるときには、もう皆さん、並んでるわけですね、でまあ、優先順位がどうの、こうのということで、よくまあ皆さん方から聞いてたんですが、まあ、こういうところについて、もう7、8年もかかるということについてはね、 あのやはり私はやっぱりね、これは問題があると思うんですが、まあ、改めて、まあ、その経過をお聞きしたいと思います永田室長。はい 山下中央公園北部トイレのリニューアルの経過についてということかと思いますまずトイレのリニューアルの経過につきましては先ほどもご答弁させていただきましたが非常に多くの50年以上を経過する公園が2割を超えているという状況にありましてですね平成30年3月に策定いたしました都の公園魅力向上指針に基づきましてですね更新や整備等に再整備等に順次進めているところでございますこの中でですね公園につきましてはあトイレにつきましては275 公園で284箇所のトイレということで非常に多くございます、えー、全く一つも様式便器が設置されていないという公園もまだまだ多数あることからですね再整備等の機会を捉えまして、えー、トイレのリニューアルには については進めていくとともにですね、利用頻度の高い公園等につきましては、リニューアルもそれに合わせて進めていると、こういう状況でございます。今、ご案内いただきました山科中央公園も、利用頻度が非常に高いというふうに我々も認識しております。この間ですね、トイレのリアル要望を以前からいただいていたことは承知しておりましたけれども、行財政改革の取り組みなどですね、実施に至るまでに、メドがなかなか立たずですね、時間が経過していたものでございます。今般ですねようやく工事の必要な 予算が確保できまして、ですね業者を決定するための広告が11月の29日に行われたということで、ご案内のとおりでございます。これからですね工事施工業者を決定するのは年,度末かあ年末かと思っておりますが、できる限り速やかにニューアル工事に着手できるように、ですね工事の担当であります都市計画局とも連携しながら、ですねスピード感を持って対応してまいりたい、このように考えてございますぜひよろししくお願いします。 であのもうこのサイコプロジェクトの中でも、まあ、こ今、先ほどからちょっと議論あのいろいろ、えー、ご答弁いただきましたあの、まあ、トイレですね、で以前ですねあの、このトイレのこの,この設計にあたってです、ねえー、入り口が一つであって、そこからこう男子と女子で分かれてるとかですね、非常にあのお使用にあたって、 ちょっと危険度が高いようなあのその設計ではないかというようなこともあったんですが、あのトイレの安全な利用についても、ですね対策を実施するようあの、まああの、市民の皆さんから求められてきたと思うんです。で、要望内容については、ご存じなんですか永田室長。トイレの安全利用に関する地元要望についてでございます。 これまでですね、建設局が設置してきたトイレの標準的な仕様につきましては、男子用の小便器一つ、それから女性用のトイレが一つ、バリアフリートイレが一つ、ということで設置してございます。まあ、いずれのブースへもですね、建屋の中心付近に一箇所の入り口から男性用、女性用、バリアフリートイレのそれぞれに入っていただくというような構造となってございます。これが標準的なものでございます。今回ですね、山科中央公園のトイレをリニューアルするにあたりましては、地域からトイレの入り口が 一箇1所であれば、不審者が何の問題もなく、女性用トイレに近づくことができるので危険ではないか、女性用トイレの入り口を別の場所に設けるべきではないかといったご要望をいただいていたところでございます、以上ですじゃあ、その要望を踏まえて、どのように今あの設計変更されたんですか。長田室長 はい、山科中央公園のトイレにつきましてはすでに設計済みであったもののです、ね、地元からの強いご要望を踏まえまして安心安全にトイレをご利用いただく環境を整えることが重要であると判断いたしまして、えー、女性用トイレの入り口につきまして男性用トイレそれからバリアフリートイレとは異なる位置で、えー、とする方向で設計を見直しまして、えー、今般です、ね、構造上も問題なく、えー、位置を変更することができるということが確認できたためです、ね、女性用トイレの入り口 位置の位置を変更した上で工事の発注をさせていただいているものでございます。以上です。はい。都民。あ、なるほどね。じゃあのあのぜひあのそういう設計変更されたということですので、まあ、まあ、安全性がま高まったとこのように思いますのでよろしくお願いします。まあの今後もですね、えー、トイレのリニューアルについてはこうしたま安全対策が 実施あのして安全対策については実施してもらいたいと、まあ、このように思うんですが、これからの、ね、トイレ、それからこのサイコプレジェクトで、今度新しいトイレリニューアルなんですけど、こういうか形で全て、てあて同じようなあの設計でやられるようになっているんでしょうか長田室長、はい今後のトイレの入り口の安全性についてでございます。えー 公共建築物の設計工事を担っていただいております、都市計画局との調整にはな、が必要ではあるものですね。公園管理者といたしましては、安心安全に公園のトイレをご利用いただくことが重要であると考えております。今回のご指摘を踏まえましてですね、改めて、標準の、標準仕様の見直しですね、これを進めてまいりたい。このようなつもりをしております。よろしくお願いいたします。トミ 分かりましたぜひまあ標準仕様のね見直しでこれからのトレインについてはそのような形でお願いしたいと思います最後にですねあの例えばえー、よくあの私もあのあれは常任委員会だったかな常任委員会でもよく言ってるんですがあの東の公園なんかですね山城の東の公園なんかえー これはあのスポーツ振興室が管理してるんですねでも誰が見たってあれ普通の公園しか見えないそれがですね、えー、やはり、えー、あの分子の方とですねでそちらの建設局とですねやっぱり話し合っていただいてでなかなかやっぱり地元の方々がいろいろ要望を聞くんですけどもいやこれはスポーツ振興室でなかなかできないんですわという話があるんですが。 あの以前、この話をしたときに、建設局としても、スポーツ振興室のほうと、分子と話をして、調整させてもらうということでありましたし、そしてまた、スポーツ振興室が管理しているところの遊具、もうこれは東の公園の話なんですけれども、大きなあの大型のジャングルジムがあったわけですね。 これも1000万ぐらいかかるいうことなんですが、これはもういろんな子どもさんがどんどん遊んでって、横にブランコもあったんですが、それもダメになって、今、両方ない。で、これももうね、ほっとくわけにいかんので、今回、サイコプロジェクトで、これは優先すべきだと思うんだけども、当然、やっぱりこういう、今までお子さんが使っててですね、で、全然使えなくなったと、そういうところもありますのでね、指定管理者も実は困ってるわけです、ここでね。 もういろんな方からおっしゃ言わわれるわけですそういうところも、ね、ぜひね、今後はあのー、分子の方とも調整をしながら、今後、あの国のね、先ほど言いましたような、あのお答えいただいたような、あのーえー、有利なですね、えーまあ、国の,あの財,財源として、まあ、活用できるような有利な方法を考えていただいて、ぜひとも。 あのよろしくお願いしたいとこれは要望いたしておきます最後にそれを聞いて終わります長田室長はいありがとうございます東の公園の、えー、管理範囲につきましてはすで、えー、に文化市民局の担当部局の方とは調整を始めてございます、えー、引き続きですね、えー、速やかに、えー、調整をの進めてまいりたいこのように考えてございます以上でございます,ます進行いたします田川委員 よろししくお願いしま,すえとまず、子どもまん中プロジェクト、公園魅力アッププロジェクトについてお聞きしたいと思います。補正予算に計上されております、この子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトなんですけれども、今、の落祭再興プロジェクトなど、推進、あのどんどん力入れてしてくださっているんですが、これ、 えっと資料にはこのプロジェクトの目的が書かれているんですけれど何か新たにこちらの計画を策定するという認識でよろしいでしょうか長田こども真ん中公園魅力アッププロジェクトについてでございます。子ども真ん中公園魅力アッププロジェクトにつきましては、本市の人口減少対策引きまし、ひいては全国的な子ども真ん中社会実現への寄与の視点から、遊具の充実や補修、それからトイレのリニューアル、 えー、女等の維持管理。 地域企業との連携した柔軟な利活用、地域や企業との連携した柔軟な利活用など、公園に関するハードソフトの様々な取り組みメニューをこれまで以上に拡充して実施し、安全かつ充実した子育て環境の整備をに資する公園づくりを進めていこうとするものでございます。このためですね、何か新たな計画を策定するといったものではなくですね、これまでから取り組んでいる各種の公園施策につきまして、より多くの予算を の確保に努めまして、公民連携の手法も取り入れながら充実加速させ,させていくという位置づけでございます。以上です。北川委員、はい、ありがとうございます。えー、はい、えー、この第一弾として、まあ梅光寺公園などのまあ遊具等を補修上げられているんですけれども、この遊具等っていうのの等に何が他に含まれるかっていうのと、まあ、具体的には。 どんな遊具、何をどんなふうに補修するのか、その補修しなければならない具合など、またその完成時期などがいつ頃になるか、決まっていらっしゃいましたら、教えていただきたいです永田室長、はいえーえー、こどもまんなプロジェクトの方のにかかる補正予算の内容の詳細についてかと思います。 子ども真ん中魅力アッププロジェクト、公園魅力アッププロジェクトに係る予算につきましては、京都市内の幅広いエリアから若者子育てて世代が集う大規模公園であります梅小路公園と宝外池公園、子どもの楽園におきまして、えー、遊具等の補修をすることとしておって、えー、5400万円の計上でございます。まず、梅小路公園におきましては、須作夢広場に設置しております複合遊具のうちですね、えー、老朽化している3基の滑り台、これにつきまして補修を行う予定でございます。 また、えー、命の森に設置しております、園内を回遊するための、えー、通路橋お及び転落防止策ですね、えー。それにつきまして、平成8年4月の、えー、開園からもう30年近くが経過する中で、老朽化が進行しておりますので、こちらの方につきましても補修を行いたい。このように考えてございます。えー、宝井岳公園子供の楽園におきましては、老朽化しておりますバスケットブランコ1基ですね。こちらの補修を行う予定でございます。 完成時期につきましてですけども、予算成立後、ですね入札やそれから契約手続き等を減る必要がありますので、いつということは明言はできませんが、現在、ですね使用を中止している遊具もありますので、速やかに補修できるよう、ですねスピード感を持って取り組んでまいりたい、このように考えてございますす以上です<員>はいわかりました。 えと梅小路公園の続きでこの前あのお友達と家族とです、ね、子どもをまあ公園で遊ばせている中で、まあ、ちょっと気になることがいくつかありまして。あの 子供に人気の遊具がたくさんあって小さい子どもさんもよちよち歩きで遊んでいらっしゃったりとかあのゆったり目を離しながらお父さんお母さんが遊ばせているっていう場面がある中で結構あの自転車がたくさん通り抜けるような場面がありまして、まあ、降りて押してる方も中にはいらっしゃったんですけれども全然降りずに。 そのままのスピード子どもとか、まあ、もちろん大人ともなんですけれども走行してる自転車と、まあ、危ないなと思う場面がいくつかあってたまにねあのうちの子も含めてあの自転車の邪魔になりそうになると舌打ちしてくる人がいらっしゃったりとかあからさまに嫌な顔してくる人もいらっしゃったりとかする中でちょっと公園の。 中で遊ぶ時のルールとか自転車のマナーであったりそういうことの周知って今どうなっている状況でしょうか。長田室長 公園におきます自転,車ルール自転車利用のルールの周知についてでございます、まず原則といたしまして、建設局が所管する公園におきましては、名工事公園だけではなく、まあ、大宮交通公園は除きますけれども、す、え、べ、ー、ての公園におきまして、自転車の乗り入れは禁止しております、えー、つまり禁止ということ、乗り入れ禁止ということですので、あの押していただく、これは可能でございます。 こうした周知につきましてですけども、まずですね、入り口付近にですね、総合案内看板としましてですね、公園の利用にあたっての禁止事項等を案内している看板を設置してございます。 えー、この中につきましては、自転車やバイクの乗り入れは禁止でつ,つといった利用に関するルールを分、えー、かって、理解していただくための、えー、文言を書いて案内しているところです。えー、今後もですね安心安全に公園をご利用いただくだけでなく、公園の魅力向上にもつながるよう、ですねそういったソフト、ハードの面、両面からの取り組みを進めてまいりたい、このように考えてございます以上です。 すでししに、まあ、あの入り口の看板などで取り組んでくださっているということで、まあ、あのそれでもやっぱりルールを守れない大人が中にはいるということにも目を向けていただきまして、まあ、具体的にさらに何ができるのかその遊具がせっかく新しくなって。 さらに子どもたちが安心で楽しく遊べるようになる空間の中であの大人がしっかりルールを守れないとせっかくの公演が台無しだと思うのであの禁止事項やルールの周知など何か具体的にもうちょっとあの今後進めていけるようなことがあればぜひお願いしたいと思います次に、えー、と子ども真ん中プロジェクトのその落差さあ移行プロジェクトについてなんですけれども、えー、と私もですねあの タウンミーティングに参加させていただきましてあのその際に感じたのはやはりそのお子さんを連れての参加でしたりあとは若い世代の方々の参加はまあ非常に少ないなと、まあ、予想通りだなというところであのタウンミーティング自体にその若い世代の方々が集まりにくい状況の中であの彼らがどのようなことを望んでいてどんなことを希望しているのかっていうのはすごく声が集まりにくい状態では あったと思うんですけれど遊具の新設についてなんですが境谷公園と大蛇ヶ池公園に合計4,100万という、まあ、ちょっと多額の予算が計上されているんですけれどもこちらはあの遊具はもちろんつくということに加えてあの実地調査だったり工事なんかを全て含んだ金額になってるんでしょうか。 長田室長はい、あの計上している優遇費用の内訳でございますが、えー、優遇本体の購入費用とそれから設置に関する工事費用いずれも合計の数字で計上させていただいております以上です北川委員ありがとうございます坂井谷公園の方が金額が高いんですけれどもこれは優遇の値段があの単純に違う というのかまあ、それともその地域の形状によってその工事が難しかったり設置が難しかったりするのかそれぞれ、もし夕暮代の実費とまあ工事費用などが打ち明けがもし分かれば教えていただきたいんですけれども。長田室長 はい。各公園ごとの、えー、形状の内訳、詳細だかと思います、えー。一部メーカーからのカタログからの引用となりますけれども、まず、境谷公園に設置予定のものは、えー、高さ9メートルのザイルクライミングでございまして、こちらは遊具の本体費用が約1100万円。 えー、基礎や設置にかかる必要な工事の費用が残りの約2000万円、合計3100万円でございます、えー、大蛇角池公園に設置予定のものは、高さ6メートルの在留クライミングでございます、えー、こちらにつきましては遊具本体の費用が約400万円、えー、基礎や設置に必要な工事費用が残りの約600万円、このようになってございます、合計1000万円でございます、以上でございます。 はいまあ、遊具が本当にすごい高いなと思うんですけどそれと同時に結構工事費用もすごくかかるものなんだなと思ってちょっとまあ,あのびっくりしていますこの,あの新しい遊具がつくのが非常に楽しみなんですけれどもあの先ほど出てましたザイルクライミングという遊具についてちょっと質問なんですが。 このザイルクライミングという遊具に決まったのがそのタウンミーティングでのお声とか、まあ、あの直接、市の方にご要望があったというふうなあのご答弁だったんですけれども、えっと、このザイルクライミングがいいですという声があったんでしょうか,なんか結構私、子どもが公園で遊んでいる中で梅工事とかでもそうなんですけど周りのやっぱ滑り台とか。 ブランコとかそれこそ落札につきましたバスケットブランコとか、まあ、すごくそういうのも非常に人気が高いなというふうに見受けられるんですけれどもザイルクライミングってこうロープを登る、まあ、だけって言うとすごく言葉悪いんですけどのぶ登って降りてくるだけの遊具かなと思うんですけどこの辺の経緯っていかがでしょうか長田室長 あ失礼しましまたあの一般的な、えー、アンケート結果に基づくものでございますけども、えー、ザイルクライミングを、えー、登ったことがあるお子様につきましては非常に良かった楽しいというふうなご意見をいただくただザイルクライミングをご承知ないお子様にとっては身近な遊具でありますジャングルジムそれからブランコ、まあ、こういったものが楽しいとこれは一般的な傾向かと思っております、えー、今回は落西につきましては福西公園に既に設置もされておりますので、えー、そういったお声が出たのかなというふうにこのよう,うに考えております。 とところででございますす以上ありがとうございますうちの子は一応登ったことあるんですけど、はい、<laughs> あるんですけど、まあ、うちの子には響かなかったということあの一応ですね、まあ、それについてもう一つ質問なんですが、まあ、すでに福西公園にあるザイルクライミングの、まあ、もっともっと大きなものがつくっていうふうにお聞きしてましてあのその大きな遊具にどんと3100万円ですかね予算が。 でまあ、この3100万円で1個大きなものをつけるのか2個小さなものをつけるのかとかっていう議論ってすごい難しいと思うんですけど1種類のすごく目立つ遊具より2種類ぐらいあった方がなんか楽しいんじゃないかなって親目線では思うんですけどそのあたりってまだこう余地はあるんでしょうか選択の長田室長 はい、えー。今回の、えー、ザイルクライミング9メートルのものでございますけども、えー、設置いたします境谷公園はですね、落斎ニュータウンの中心でありますタウンセンターから近くでですね、えー、遊具も一定数、えー、あることから子どもたちに非常に人気が高い公園だというふうに認識してございます。 えー、高低差のある眺望の良い公園でありますので、えー、今回、丘の頂上付近に、えー、高さのあるこのザイルクライミング9メートルものを設置するということでその眺望の良さでありますとか公園の魅力を再発見してもらうというこういった狙いもございます、えー、またですねちょっと、えー、今からじゃあこれをやめて違う遊具に変えるかということはこれはちょっとできないかなと思っております。いはいいああありがとうござまます、まああのー 勉強会の時にも少し意見として出てたんですけれども、まあ、本当にあの誰のための開発かとか、誰のための,あの講演かっていうところも含めて、まあ、従来どおりの開発や手直しでは、今までどおりの,あの老朽のスピードで、今までどおりの,あの落栽の人口減少速度になってしまうんじゃないかっていう懸念もちょっと出てたりしてまして、なので、本当に斬新なアイデアで、一気化成に進めていただけるのをまあ望んでおります。 で最後にですねあのトイレリニューアルにつきましてお伺いしたいんですけれども、境谷公園のトイレリニューアル設計等に700万円計上されてるんですけれども、これは設置ではなく、設計等に700万円でよろしいでしょうか永田室長。はいえー と設計費等の七百万円でございますけれども、建屋を含む、えー、トイレの設計が四百万円、それからトイレの周辺の土地の測量等に三百万円の計計七百万円、このように計上してございます。以上です。北川委員、はい、ありがとうございます。ということは、まあまた工事が始まれば、えっ、ー、と建物を建てたり、あの便器代が必要になったりということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 あのはい。以上で終わり。ます。質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開は午後3時30分といたします。